ヨハン・ボーデの製図に描かれた、ポニアトフスキーのおうし座。ポニアトフスキーのおうし座は、ビリニュスの王立天文台大長であった、ポーランドの天文学者のマルチンポツオブトドラにつき、神父が1777年に設定した、星座である。現在この星座は使われておらず、蛇使い座、蛇座、和紙座の一部となっている。おうし座に対して、牛座、または、ウ子座と呼ばれたことがある。 ポニアトフスキーとは、当時のポーランド国王、スタニスワフ・アウグスト・ポニアトフスキのことである。王氏は、ポニアトフスキ家の紋章であった。なお、スタニスワフ2世、アウグストの治世に3度にわたるポーランド分割が行われ、ポーランド・リトアニア共和国最後の国王となった。星座は、王氏座に習って設定されている。最も明るい星は、現在のヘビツカイ72番星で、 牛の角に位置していた。牛の顔を形作るのは、蛇使い座67番星、蛇使い座68番星、蛇使い座70番星で、これらを含む明るい5つの星は、三回星団メル186に属する。なお、星座の設定当時は知られていなかったが、バーナード星はこの星座のあった領域に属している。牛の伝部にあった5から6等級の星々は、 わし座に属する。周りには、ヘビ使い座、ヘビ座、縦座、わし座アンティノース座があった。原恵ぐみ、聖座の神話、聖座氏と星野の意味構成者構成格。1996年6月30日。271から272ページ。ISBN4 から769908253。イアン・リドパス、スター・テイルズ、タウルス・ポニア・トビー。 2014年4月22日閲覧、ありがとうございます。